どうも、るのです。今日はですね、家で秋の私がお届けする、春におすすめのコスメを紹介していきたいと思います。私結構前にパーソナルカラー診断で家で秋と診断を受けまして、でさらにその中でもビビットタイプだったんですね。まあそういう診断を受けつつも本当にこういろいろといろんなカラーを楽しんでいるんですけども、その中でもこう春メイクも楽しみたいけどパーソナルカラーとして間違いないカラーを絶対持っておきたいとか、そういう方とかにね、今回お届けができたらなと思います。私の視聴者の方とかは結構こう家で秋の方とかもやっぱ多いみたいで、すごく参考にしていただいてますっていうふうにお声をいただいてたので、まあパーソナルカラーっていうところを見た上でぜひね一つの参考にしてみていただけたらと思います。まあ、ということでぜひ最後まで楽しんでいってください。レッツゴー。でまずアイシャドウ編、まずこちらです。ババン。こちらがケイトのバーチャルアイズメーカー OR1 番でございます。こんな感じのカラー展開になっていて、まあ、基本的にはオレンジカラーになってます。でこのアイシャドウ私結構いくつかの動画で紹介してると思うんですけども、本当におすすめです。手出したらこんな感じで割とカラーはね淡めになってます。このオレンジカラーが大好きでよく使ってるんですけど、このねオレンジカラーちょっとくすんでるんですよ。明るめなのオレンジに見えるんだけどちょっとくすんでるから少し落ち着いた雰囲気になるんですよ。それがたまらなくね可愛い。まあパーソナルカラー的に結構ビビッドな感じなので、こういう風にちょっとしたこうビビットカラーが入ってるのもすごくねいいポイントです。だから調整しがいがあるというか、そうちょっと物足りなかった時にそういうカラーを足すだけでちょっとこうプラス華やかさが出せるので、すごくね私は大好きなパレットです。明るい感じのオレンジメイクやりたいけどなんかこうコーラル系とかはもしかしたら合わないかもって思ってる方とかはぜひ試してみてほしいパレット、これ激推しです。もう私は本当に困ったらこのアイシャドウを使ってるぐらい大好きなアイシャドウです。続いてスックのトーンタッチアイズ11番でございます。こんな感じでちょっとラメの入ったオレンジハイシャドウになります。さっきのケイトのオレンジカラーよりももうちょっとフレッシュみのあるオレンジカラーになります。私前回このアイシャドウで、メイクをやった動画を上げたんですけども、まあ、さっきはこうナチュラルメイクとかにも合いそうなちょっと落ち着いた感じなんですけども、でこっちに関してはもうちょっとこう華やかな感じだし、ゴールド系のラメが入ってるのでもうこの一色でもお顔が完成します。さっきのケイトのアイシャドウと比べるとこうより華やかなイメージがあると思うんですけども、まあ、確かに実際華やかなカラーで明るいんですけど、意外とお肌にのせると馴染みがよくって、私はねこの間の動画みたいに眉毛にもアイシャドウにもこうリップラインとかにも使ってたので、旅行先とかでこういうのを持っておくとマジで間違いないです。続いてがアンドビーのパレットアイシャドウサンライズブラウンです。どっちかっていうとさっきと違ってちょっとピンク系のカラーかなと思います。こんな感じのカラー展開になっていて、こちらの4色がアンドビーです。でさっきのスックのカラーも撮ってみたんですが、それよりも若干こうピンク味が入ってるアイシャドウになります。オレンジ系のね今アイシャドウが多かったからピンク系のも紹介したいなと思って可愛いから紹介したんですけども、なんか今よくよく見てみるとピンク系かなってちょっと思ってきて、まあ、さっきと比べると若干こうピンク寄りではあるんだけど、まあ、どっちかって言ったらピンクよりブラウン系な感じがするので、なのでちょっとそこの判断は皆さんにお任せします。アンナミーさんのコスメ華やかさがすごいんですよ。大粒のラメがこうあるわけではないんだけども、すごくこう華やかに仕上がるというか、もう本当にねちょっとのせただけでもこう目がキラーって、もう本当主役級の目元にしてくれるので、もう全体間違いがないアイシャドウが多いイメージ。まあさっきのケイトとかナチュラル系とかそういうようなカテゴリーで私が紹介するなら、まあ、結婚式のお祝いとかちょっといいところにご飯に行くとかそういう時に着るお洋服とかに特にこう相性がとてもいいんじゃないかなと思う、アイシャドウでございます。実は私も4月の終わりにね友達の結婚式がありまして、ちょっと話それるんだけど、でも私今お洋服何にも決まってないんですよ。インスタグラムでもね皆さんにこう相談したんですけど結局全然決まってなくて、見れば見るほどかなり迷って
ってるんですが、メイクはねこの子使っていこうかなと思ってまして、お洋服の前に先メイク決まってるっていう謎の現象が起こってるんですけど、ぜひそういう風な華やかな、場所に行く時にちょっと使っていきたい、アイテムかなと思います。まあ、これからねこうお呼ばれとか行くタイミングがね、増えてくる方とかも、まあ、こういうねちょっと華やかさがあるアイシャドウ1個持っといてもいいかなと思います。まあ、これは春というかどっちかっていうと、まあ、年中使えるっていう部分はあります。うん、それぐらい万能。続いてがこちらの NARS のシングルアイシャドウの5309番と5320番です。こちらの2色展開になっていて、ちょっとこうくすんだピンクカラーになります。ちなみになんですが、今私このアイシャドウ使ってます。こんな感じのアイシャドウカラーでグラデーションにしてます。で、私オレンジカラーは結構1色で使うことが多いんですけど、ピンク系のアイシャドウは最低でも2色使うことが多くて、こうピンク系の場合はまあ自分のまぶたには馴染みやめてよ、みんなにご挨拶してください。はい、じゃじゃーん。なんでそんなふてぶてしいの。まあこれも余談になっちゃうんだけど、途中で入ってくるんです。そう、だからメイク動画撮ってる時とかも声だけでも入ってくるから、僕ですって言ってください。ちょこちょこカットしてると思うんだけど、さすがにね修正聞かないなと思って、はい、撮ってください。ということでお待たせしました。ピンク系を使う時は結構私はねこう肌に馴染みやすいベージュ系を塗ってから、塗ることが多いです。続いてチーク、最初が、ネーミングのトーストのカラーでございます。わかるかな、ここにあるベージュカラーになります。オレンジ系のアイシャドウは全部これを合わせてると言っても過言じゃないぐらい、もうとてもオレンジメイクと相性がいいです。手にのせた時はね結構私の肌色に近いカラーだったと思うんですけど、こう頬にのせたりすると結構ねこうちょっと陰影がつくというか、少しだけ落ち着いた感じになります。私基本的にメイクの主役が目元か口元っていうのが多いので、チーク系は割とこう落ち着いた感じのね発色のものを選んでるんですけども、その中でも特にこう一番間違いのないチークかなと思います。こうチークで血色を出すというかは、こうシャドウみたいな感じで使っていきたいとかって方とかにも特におすすめのチークかなと思います。続いてリセリセのフォギーオンチークス BR320 番、こういう感じでブラウン系のチークになります。ネーミングのチークと合わせるともうちょっとこう赤みのあるチークになります。これはちょっと絶妙かも。前回のメイク動画で私これを使ったんですけど、その時はシャドウの役割みたいな感じで使ったんですよ。そういう感じでも使えるし、このネーミングのねカラーと比較するともうちょっとこうポワッとしたね血色感のあるカラーなので、こういうところのトップに乗せても十分可愛いチークだと思います。私のさっきのアイシャドウのラインナップ的にもこうくすんでるものとか落ち着いたカラーのものもやっぱ多いので、そういう時にこの子に合わせたりしてます。そうなので、まあ、さっきのこの&B のアイシャドウとかね、また相性がいいんじゃないかなと思うんですよ。こういう感じの組み合わせも結構私は多いです。こうやって見るとかなり落ち着いたカラーが好きなんだなっていうのが分かっちゃうと思うんですが、これはでも私の好みです。続いてがシャネルの10コントラスト370番のカラーです。こんな感じでちょっとくすんだピンクカラーです。カラーだけで言うとかなり絶妙な差なので、ちょっと比較して今乗せてみてます。一番上のカラーがシャネルのチークになっております。この中では一番華やかなカラーになってます。で、今回紹介した3色の中で一番、きらびやかな感じでラメが入っております。正直このチークに関してはパーソナルカラー関係なく皆さんがお使いいただけるチークかなと思います。企画としてちょっとあれかと思うんですが、本当に全員使いやすいチーク、なおかつチーク苦手意識のある方もうね絶対にこれ使いやすいと思います。ピンク系のカラーとかにね特にこうまたマッチしそうなチークになっております。だからこんな感じの組み合わせでもねとても可愛いと思います。このチークはねまた不思議で、カラーで言うとちょっとした違いのように見えるんですが、女性らしい可愛らしさもありつつも
上品な感じに仕上がるチークなんですよ。とにかくこう上品なほっぺたになります。まあどっちかっていうと私は目元とかリップとかにお金をかけたりとかね、いろいろ物を揃えたりすることが多くて、チークはどっちかっていうとバランスを取るアイテムみたいな感覚で捉えてたんですけど、もうこの子はね、なんかさらに一段階雰囲気を作ってくれるみたいな、なんかそういうニュアンスです。このチーク自体にもとても魅力を感じるあのアイテムなので、ぜひ試してみてほしいアイテムです。もうお待たせしました。続いてリップ、こちらです。最初はジバンシーのルージュアンデルティシルキー109番になります。もっと明るめなコーラル系のカラーに見えるんですが、実際にのせると結構ベージュっぽいカラーになります。これ私ベスコスでも紹介してるアイテムなんですが、もうここでも言わせてください、もう本当に使いやすい。その時はちょっとこう一色で塗ってヌーディーな感じの仕上がりにしてたんですけども、まあ、それでも可愛いんですが、あの最近は私はコンシーラー代わりとして使ってます。今自分で言っててすごい贅沢な使い方してるなって思ったんですが、最近 SNS でそう中華系のメイクとかなんかそういうのがね回ってきた時にリップにコンシーラーを塗る方がやっぱ多くて、でそうするとねやっぱリップの発色もすごく綺麗にあの発色されるんだけども、実際のコンシーラーをのせちゃうとやっぱ乾燥も個人的には気になる部分があるので、コンシーラーに近いベージュカラーのリップをね塗った方があの私的には長時間使いやすいっていうのはあるかなと思って、一番ベージュカラーに近いこの子をね下地としても使っております。グラデーションリップとかこう口元も優しい雰囲気のものもとても可愛いじゃないですか。そうなるとちょっと淡めというかそういう落ち着いたカラーとかをねやっぱ最初に塗っておくと、そういうグラデーションリップも作れたりするので、もうこれはねあの本当にこう絶対持っといて損ないんじゃないかなと私は推しております。まあ本当に使える用途が多いなっていうので、そういう意味でもまたこう魅力をあの改めて知れたリップです。続いてナーズのパワーマットリップピグメントでございます。このようなちょっとはっきりとしたオレンジカラーになります。やっと企画に沿ったリップが来た感じですね。オレンジもあってとてもはっきりした色味なんだけども、でも落ち着いている上品な部分もあるっていう、あの本当にこういろんなところを叶えてくれる素晴らしいリップだと思います。ベタ塗りしても可愛いし、1本のせてちょっと淡い感じにのせるのもすごく可愛いんですよ。なので私は結構こう春っぽいねふんわりとしたメイクやりたいなって時とかは割とこの子をね中心部に塗ってそこからぼかすことが多いです。芯塗っても使いやすいし、まあ、あとティントなのでそう落ちにくいっていうのがもうめちゃめちゃでかいかなと思います。でこの子に関してはあのカラーバリエーションも本当に良くて、他に何本かカラーがあってもいいかなと思ってるので、もしおすすめのカラーとかがあれば教えてください。美容用のフォーエバーリキッド300番になります。こういう感じのね結構ピンク味の強いカラーになります。ちなみに私今つけてるカラーがこちらになります。もうこれは多分今日紹介した中で一番ピンク味が強いアイテムです。まあ、これはイエベアキさんというかはこうビビット系のカラーとかがあのお似合いな方とかお好きな方とかはすごく使いやすいアイテムかなと思います。ピンクの落ち着いた版って割とこうパープル系がね私のイメージではあるんですけども、ちょうどその中間を言ってくれてるカラーっていうイメージです。なんか特に意識してるわけじゃないんだけど、このやっぱラインナップを見てたりするとピンク系でもやっぱこうくすんでるものとかがすごく私は好きなんだなと思いますね。今日のコスメはこんな感じです。ピンクの中でもちょっとこう落ち着いてて、なおかつお色味がちょっと華やか感じのラインナップかなと思います。なんか春っぽいふんわりした感じなのかと言われるとちょっと私も今あれどうなんだろうって思ったんですが、このラインナップをね事前に選んでるんですけど、多分その時にパッとあの春のイメージってこうピンクっていうこう桜っていうイメージが多分強いので、そういうのに多分結びつけてあのチョイスしたあのピンクカラーなんですよね。春でピンクメイクをやろうってなった時は私はねあのこういうカラーたち使ってるので、あの実際年中全然使えると思うんですが、まあ、一応そういう結びつけてちょっと紹介したって感じです。かなり単純なんだけどね。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、今回一応ねパーソナルカラーの診断で、まあ、イエベアキと診断を受けたので、そういうタイトルで今回紹介はしてるんですけども、もうイエベアキじゃないからちょっと疲れづらいのかなっていうのはもう全然そんなことないと思ってて、パーソナルカラーじゃないカラーももちろん好きでね、楽しんでますし、自分が純粋に可愛いと思ったお色味でね
メイクするのが一番いいと思うので、もうどれもパーソナルカラー関係なく本当に可愛いアイテムだと思うので、気になる方はぜひチェックしてみてください。今日はね、そこまで絵変わりもなく、こうゆるゆるっとした動画にはなってると思うんですが、本当に最後までね見ていただきありがとうございました。それでは今日はここまでとなります。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。